画面の前の皆様こんにちは、村人Qでございます。本日はデッドバイデイライトリージョンのね、新スキンが来たんでね、やっていきたいと思います。というわけでね、新スキンを堪能するためにね、今回メメントモリを持ってきました。アンコモンです。これね、リージョンの動画撮るの3回目なんだよね。最初は全滅できなくて、その次はメメントができなかった、通電はさせなかったんだけどね。で、1回目のゲームでね、ミッドウィッチ小学校行ったんですが、まあリージョンとの相性が悪いなという感じがしましたね。うん、狂乱がね、全然使えないっていうのがね、結構きちい感じなんですが、まあ城塞の神殿だからいいとか言うわけでもなくて、で、このなんかこう破滅のトーテムが目の前にあるのは、なんか最近ちょっとトラウマになったんだよね。あ、破滅すぐ近くにあるじゃん、しばらく壊されるわと思ったら一瞬で壊されたのがね、前ありました。うん、今度出すと思います。囁いておったわい、スプバみたいな。歩き方だね。よいしょ。はい、破滅。あ、さすがに。さすがに無理か。破滅すぐ死んじゃったな。いや、ちょっとね、地図持ちがいた時点でちょっとやめようかと思ったんだけど。あ、ちなみにトラウマになった一戦っていうのはもう、あの、もっと早かったですから、地図持ちいなくてもね。バカ早かったですから、あれは。まあ、こっからはイタチの出番ですよ。きつくない？あの、歩いていかないといけないっていうのがきついんだけど。リージョンも発電機ワープできるようにならん？何これ。はあ、はあ、はあ、なしでいいか、新鮮なナンシーで。ああ、板あるよな。よいしょ。新鮮なナンシー、小屋に行くと予想。そして小屋板を倒す。はい、待って、着いたのここじゃねえのか。いやー、待って、俺ここがついている。壊したのナンシーじゃないっぽいね。よいしょ。わー、きしいな。あのネアの狂乱外したのが痛すぎる。
どこ行った？あれ？よいしょ。消えたんやが。もう釣っちゃいます。よいしょ。なんか明らかにクローデット以外の声もしてたんだよ。ナンシーだよな多分声的に。なんかいた。いや、いないか。とりあえずここ蹴っといて、ない。あるか。いやでも落とさんときついな。ちょっと落とさんときついんで落としに行きます。倒す。あ、やばい、ちょっとひよった。はい、ちょっと今のひよってしまったのが偉いですね。たった1秒のね、時間がね、相当ゲームに大きな影響を及ぼしますから。あ、ここめっちゃ止まってる、ラッキー。奥の発電機に行きそうだね。ガンガン攻めるか今回は。1個前のゲームメメント決められなかった挙句、しかもめっちゃ守りに入ってたからな。あ、あ、いたいた。あんま後ろ見てないっぽい。おほおほって変な声だけどよいしょ。思ったけどクローデットを落とすのに躍起にならなくてもよかったな。まだ3台残ってる。そういえばやっぱ錠剤の神殿最近のアップデートで、おっと、かなりやりやすくなったので、まあそんなあれかなと。あれ、どこだ。殺人鬼の本能で見える時のね、居場所の探知の正確さがないから私。これ戻ってるやろねえ。よいしょ。
統括とかでここ待ってたいな。いやーでもここ回されるときついのか、わからん。そのレベルの状況判断すら今できてない。いたね。ネアとナンシーは回復優先するっぽいですね。そう、君みたいなサバイバーがね、一番ありがたいのよ、リージョンやるときは。来た、合法キャンプ場だ。キャンプする必要あったかな。よいしょ。ナンシーかネアの片方しか映らなかったね。私今どちらかを釣ってないのよ、一回も。バベチリ見る感じ、そこやってない。キャンプ場、キャンプ場に戻ったらネアが来ている。はい、そこ触ってないな。このネアもあんまり後ろ見てなさそうではあるけども、見てんのかな。はい、あー割る必要ないかな。どうだろう、どこついた、あそこね。釣ってないのはネアだったね。ナンシーがいたね。でここのそこの発電機の間近にはロッカーないから、まあそこの発電機回してないってことが分かって、なおかつそこにニアがいることが分かると。でまあどうせストライクなので担ぎません。無論ねストライクでしょどうせ。露骨にね、露骨すぎる、さすがに。これいけそう。オッケー。ちなみに今回黄色メメントだからささやきの採用ですね。黄色じゃなかったらささやき持ってきてないです。おじけ使ってます。そう、最近リージョンとおじけの相性がいいってことに気づいたんだけど、ただちょっと2回連続でどうしようもなく使い勝手が悪かったというか。お、いるやん。はい、戻ります。いってるね。もうさすがにストライク切れたよ。よいしょ。オッケー、シェリル行きますか。
ちょっと待って。ここにしよう。はい。早すぎる。打ちなる力の場合はね、別にね、回復された後に担げば怪我するんで、ストライク測れてもいいんですよ。トーテム1個壊す時間が無駄だったねって話になるんでね。お、なんか2人で移動してるね。今回ささやきあるんでゲート戦には勝てると思う。のでハッチも見つけてたよね。ここら辺にあった気がする。あ、どこだ。さ、え、足跡とか、あ、ここだここだ。足跡があるんだよな。おいおい。じゃあ釣ってゲート戦行きましょうか。ささやきあるんで大丈夫だと思います。よっぽどそのハッ、まあハッチからゲートが遠くてもリージョンにはちょっとした高速移動があるんで。これささやきが反応してから閉めてもいいかな。反応してる。これ向こうだな。あーでも近すぎるのも問題なのかな。ささやき、うん、向こうだな。さては、いたいた、カラス飛んでた、カラス飛んでた。足跡もある。オッケー。ロビー組んでメメントできんじゃない。これはメメントできそうだね。ちょっと場所選びましょうか。あ、スマチャクだよね、やっぱりね。最初の狂乱外したのってそういうことだよ多分。さあエクゼキューションの時は失敗したけども、今回のこのあれ、今回はちょっと成功させたい。目晴らしのいいところで、よいしょ、メメント盛り、よいしょ。あら、かわいい。いいですね。というわけで、3戦目にしてようやくいい映像が撮れたね。うん、ちょうどまあ評価も良かったんじゃないかなと。あ、ストライクじゃなかった。誰だ、クローデットと、え、これあれ、シェリル、シェリルがストライク。早いね、ブラッドウェブ回すのがね。まあ私もエクセキューションはガンガン回したけども、早いですね。というわけでエクセキューションの実装と同時に、多分もうこれ今日出してるのかな、来た、このリージョンのスキンね、今日来たこのリージョンのスキンでプレイしていきました。まあ、よかったです。これ決められて。はい。というわけで、ロビーくんスキンのリージョンでした。4人いるんだけど、リージョンって。4人ともこのスキン来てんだ。色違いで。まあ、ぜひね、このゲームやってる方は、買ってみてはいかがでしょうか。自分の好きなリージョンにね、このスキン着せて、やってみてはいかがでしょうか。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。